中国による台湾周辺での軍事演習が行われる中、台湾の頼清徳総統が就任後初めて軍隊を視察しました。而面对外在的挑战与威胁，我们会持续捍卫自由民主的价值，守护区域的和平稳定。頼清徳総統は23日、台湾軍の総司令官として就任後初めて軍の訓練を視察しました。中国軍による軍事演習が始まる中、頼清徳総統は兵士たちに対し、現在国際社会は民主的な台湾に強い関心を寄せている、引き続き国防改革を推進し台湾軍の総合的な戦力を強化していくと述べました。台湾国防部によりますと、中国軍は23日の軍事演習で台湾本島や台湾の離島を取り囲むように15隻の艦艇と16隻の海警船を海上に配備したということです。空では42機の戦闘機が確認され、うち33機は台湾の主張する台湾海峡の中間線を越えたとしています。台湾国防部は中国軍の狙いについて、地域における主導権を示すことだとの見方を示しています。